おほお疲れ。あーまあギリ全然大丈夫だよ。うん行こっか。最近は忙しいの？あーそうなんだ嬉しいこと言ってくれるね。ううん、うん、俺は暇だよ。なんだろう、サッカー見たりとか映画見たりとかかなまあそうだね、たくさん会えるよ。今日はついてのお楽しみ、まあ、今日は最近頑張ってるから、なんか俺が調べてみようかなと思って。はい着きました。そうだよ、何食べよっか、いろいろあるんだよ。おお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 すごいね、俺もびっくりして。ここは？あ、じゃあここにしよう。いっぱいあるよ。迷うね。トリプルチーズ、照り焼き、フォアグラ、将軍バーガー、ダブルチーズバーガー。全部食べたい。じゃあ俺これダブルチーズバーガー。お酒？どこでも飲むじゃん。まあいいよ、付き合いますよ。うわ、すっごいボリュームだね。見て、大きいよね。おいしい。肉も柔らかい。うん、これペロッといけちゃうわ。でも聞いて、俺さ、たまたまなんだけどさ、今日お昼ハンバーガー食べたんだよ。で今この届いた瞬間に、俺昼何食べたっけと思ったら、そうハンバーガー3つ食べてたんだよ。1個とかじゃないんだよ。あのね、しっかり食べてるんだよね。でも大丈夫、あの今日チーズバーガー食べてないのよ。いくらでも食べれるんだよね、ハンバーガーって。いろいろあるよね、ここ面白いよね。うんうん、じゃあそこ行ってみようか。かわいい名前だ。何する？何がいい？特製スイカカクテル。何だろうね、このお酒。あ、でもすいません、はい、特製スイカカクテルを2つください。はい、かしこまりました。え、あ、本当だ。おお、スイカのガチャガチャやってみよっか。あ、出てきました。おお、なんでしょう。当たり。おー、いいじゃん、いいじゃん、これ毎日使いなよ。お、お待たせいたしました、スイカカクテルです。何これ、すっげー。え、何、俺を取るの大丈夫？なんかこんな真っ黒の服着てスイカカクテルって大丈夫？よかった。うん、内緒いいじゃん、行っての楽しみで。え、何するのって、ゆっくりするのよ、温泉だから。あー、浴衣で。あー、いいね、これ強いよ。小学校の時ね、卓球クラブ入ってたから。え、でも何そのスマッシュしてみてよってえ、スマッシュ、え、自分先やりなよさあってなんだよ。ペミオ、ちょっと酔っ払ってきてるよね、これ。すぐ暴くから楽しみにしてて。